大阪パックは1906年11月から1950年3月まで刊行されていた日本の漫画雑誌、月2回刊。創刊当初の発行元は大阪、船場の輝き文館で、後に大阪パック社へ社名を変更。末期には大阪新聞社の発行となっていた。1943年3月号より漫画日本に、開題1905年に、 北沢楽天の主筆で創刊した風刺漫画専門誌東京パックに対抗する形で洋画家赤松林作が中心となって1906年に創刊された。駅売りを充実させることで部数を伸ばし、加藤競争や太平洋戦争の激化に伴う出版統制で他の風刺漫画専門誌が相次いで休拝刊した中にあっても、 健全漫画雑誌を掲げ定期刊行を継続。1943年には英語禁止令に伴い漫画日本へ開大するものの、戦況の激化で1945年1月に一時休館を余儀なくされる。太平洋戦争の終結後、1945年9月に復刊1946年には読み物と漫画へ開大して再出発を図るが、 1950年3月をもって廃刊し43年4ヶ月の歴史に終止符を打った。この43年4ヶ月という発行期間は長らく、日本の漫画雑誌としては最長記録であったが、1997年4月に講談社、仲良しが更新している。ローマ字表記は1906年第2号表紙に基づく。参考、ありがとうございます。